オーバーバフランケンケ行政管区ホーフ軍の町村ゲロルツグリュンは、ホーフ郡の西部、クローナハーと境を接し、森の豊かな中べク山地である、フランケンバルトの中に位置している。東部の丘陵地は、ライン川とエルベ川の分水海にあたる。エルシュニッツ川は、特徴的な岩層のエルシュニッツ渓谷を、ローダッハ川へと流れ下る。ゲロルツグリュンは、 公式には21の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。各集落は、その大部分がよく知られた、保養地である。この町は、1323年に、ジャーハーツとして、初めて文献に登場する。ゲロルツグリュンは、最近まで、いつも異なる、領土間の境界上にあった。すなわち、バンベルク市教領とオーランで領、には、 司教領とバイロイトクルムバッハ編協白領1792年にプロイセン王国のバイロイト公領となるが、1807年にティルジットの和訳によってフランス領に、1810年にはバイエルン王国領になった。バイエルン王国の行政改革に伴う自治体例により1818 18年に現在の自治体としてのクロルツグリュンが誕生した。 1972年のバイエルン州の自治体再編の時代にデュレンバイトがゲロルツグリュンに編入された。ランゲンバッハ、シュタインバッハはこれに続く1977年の改革で合併した。ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国とが再統合されるまでの間、ゲロルツグリュンは再び国境の街となった。ランゲスビュール川沿いのシュタインバッハ地区には、 フランケンバルト・カゼルネのエコー1の A 社が残されている。ゲロルツグリュンは1955年1月14日に現在の紋章を採用した。銀字塗りを口で上下に分け、上はくちばしのある赤い和紙、下は金色のスタンプハンマーが描かれている。スタンプハンマーは村の産業を示す。赤い和紙は遅くとも1330年にはすでにこの地域を、 支配していたことが知られている、バイロイト辺境白化のシンボルである。下半分の緑地は、この町の名前の後半に由来する。ゲロルツグリーンの年間平均気温は、摂氏6.7度、年間平均降水量は1 0 0 2ト、mm、ルである。フェイバー・カステル社、ありがとうございます。